兵庫県立東灘高等学校は、兵庫県神戸市東灘区深井浜町に所在する県立高等学校兵庫県立の高等学校での番号は、1。1974年に、当時の神戸第一学区新設校の要望を受け、兵庫県が設置するに至った。自由で明るく、委員会や部活動が活発。初代校長が、初夏による高の字に、 文の象徴である6個のペンを配した。この調和の取れた六角形のそれぞれは、幸訓と生徒心情の六項目を表し、円満に発達した上層豊かな人に成長することを願っている。創立時は男子詰め入り服女子セーラー服を採用した。1995年の改新で、当時の兵庫県立高校には希少な男女ブレザー服を採用。男子は、 濃紺とシンクのストライプネクタイ、女子はシンクのスクールリボンを採用し、胸元に金色で統一されたクラシカルエンブレムをつけていた。2012年の会心では輝く月経感エンブレムと孔明にふさわしい青色を基調としたスクールシャツを採用している。男子は濃紺と銀色のストライプネクタイ、女子も同じ配色のスクールリボンを採用している。 会心に際しては生徒による意見を採用しているため、洗練されたデザインとなっている。神戸市、兵庫県、近畿、全国の各大会に進出している。2011年の東日本大震災の発生年から東北支援活動を継続し、防災学習や社会奉仕の取り組みが顕著である。2015年より神戸第一学区で複数志願制度を組んでいた。 神戸四校による支援活動を継続している。2019年より企業から無人航空機の寄贈を受け、有事の際に国土交通省より臨時許可を得た上で無人航空機を活用し情報を共有する取り組みを開始し生徒の操縦士を要請している。毎年国公立大学に進学しており、卒業生の多くが大学。 短期大学、専修学校、各種学校、大学校に進学している。神戸市東灘区の南北を通る、中央幹線沿いに位置している。神戸交通局の神戸市バス30、京都東灘高校前下車、阪神電鉄深江駅から南へ、数百メートル、JR 西日本摂津本山駅、江南山手駅、阪急電鉄岡本駅からもアクセスできる。 神戸東部第四校区は、関西の食品製造流通の重要、特別区であり、農林水産省の食品工業、団地形成促進要項に基づいて、農林水産大臣より認定されている。近隣には、神戸大学深江地区、日本船舶職員養成協会神戸、神戸市中央卸売市場東部市場、サンシャインワーフ神戸、深江浜公園野球場などがある。 近くには、阪神高速道路の湾岸線が通り西に、東神戸大橋、東に、東灘芦屋大橋の景観を望むことができる。上下線ともに、公開期間によって新装された阪神、電鉄深江駅では、駅員から学校に対する、温かい応援が展開され、学校関係者が感謝した。創立時の公明は歌唱であり、神戸第二学区に、 設立された高校に引き継がれた。ありがとうございます。